淀橋上場水上がある新宿区は東京都の区部中央に位置する特別区。東京都の都庁所在地である。東京都に23ある特別区の一つであり、23区の中央やや西側に位置する。不動産業界では千代田区、港区、中央区の都心3区に新宿区と渋谷区を加えて都心5区と言われることがある。 かつての35区が22区に移行した1947年に発足した区である。また、旧牛米区、旧四谷区、旧淀ド橋区の3つの区が、より合い状態となって誕生した経緯から、個性に富んだ地域が区内に点在する。1991年より、千代田区丸の内から移転してきて以降、東京都庁は、同区西新宿に位置しており、 自治体として見た場合は、東京都の都庁所在地に該当する。ただし、新宿区を含む23特別区は、地方自治法において、他の46道府県庁所在地とは異なる、特別地方公共団体とされており、通常の市町村と同格に扱われていないため、国土地理院発行地図をはじめ都庁所在地の地名は、関連的に、旧東京市の公営たる。 東京特部の総称として、東京と表記されている。古くは、甲州街道の宿場町として栄えた新宿は、現在では三大副都心の一角に数えられ、日本最大級の繁華街が広がっている。新宿駅は、世界最大の利用者数を誇る、ターミナル駅であるため、駅周辺の昼夜の人口増減が、特に著しい。また、 新宿駅西口に面する西新宿は、東京でも、有数のオフィス街であり、超高層ビルが林立している。観楽街として、有名な歌舞伎町の新宿駅東口に位置している。北部には、都心のベッドタウンとして人口が急激に増えた、住宅地の大地合や、早稲田大学を、はじめ多くの教育機関が集積し学生街として、栄える高田の馬場といった地区があり、 新宿周辺とともに、旧淀橋区域の主要な一角を占める。甲州街道から江戸への玄関口、四ツ谷大木都が設けられ、江戸時代以降に繁栄を見せたのが、四ツ谷地域である。四ツ谷三つ家から、新宿駅東口の手前及び、品野町駅周辺までが、四ツ谷地域に該当するため、警察署や消防署、公立学校の学区域も四ツ谷地域の施設を、 利用することになる。国立競技場があるほか、新宿御苑や明治神宮外苑はこの地域に所在し、自然豊かな側面を持つ地域でもある。江戸時代にかけて、田園の住宅地として都市開発され、明治時代にはすでに成熟した住宅地として機能してきたのが、牛込地域である。牛込地域は住居表示未実施がほとんどであり、戦災被害が比較的、 軽かったため古くからの街並みが再開発の手から逃れているなど様々な面で都内を代表する保守的地域であると言える。神楽坂、市ヶ谷、早稲田と呼ばれる地名はすべて牛込地域内である。このほか早稲田大学や東京理科大学など大学、学校も多い。慶應義塾大学病院や東京医科大学病院。 東京女子医科大学病院などの大学病院、国立国際医療研究センター、富山病院などの大病院も集積している。また、新宿区は、都内で、最も外国人登録者が多い区である。外国人の中でもとりわけ、中国人と韓国人が多数居住している。特に、大久保、大久保駅、新大久保駅周辺から職安通りには、 コリアタウンをはじめとするアジア系の外国人コミュニティが形成されている。新宿区の人口の1割が外国人とされる。新宿区の発展に伴い東京都庁や防衛庁などの観光庁も移転してきた。このように商業地と住宅地、歴史ある地名と再開発地域、多国籍といったまさに大都市の光景を縮図にした性格を新宿区は 持っている。1970年あたりまでは、若者の街、若者文化の流行の発信地といえば新宿だった。しかし、1973年に、渋谷パルコが開業したことにより、その座を渋谷に奪われた。年齢5歳階級別人口男女別、単位人、年齢5歳階級別人口総計、単位人、データ出展。 町長別住民基本台帳人口2005年の夜間人口は30万3809人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内残留人口の合計である昼間人口は77万94人で、昼は夜の2.536倍の人口になる。新宿区は東京都区部の中央をやや西側に位置する。新宿区の地勢。 境界、隣接自治体新宿区の地勢を挙手的に観察すると、武蔵野大地と江戸定地との境界部分に位置していることがわかる。下末吉面と武蔵野面とが折り重なるようにして、高台を作っており、この折り重なりにより生まれた起伏学内標高、最高地点の箱根山として今日認められる。 標高30メートル程度の淀橋台と20メートル程度の豊島台はおは概ね連続した平坦な高台を形成しており、鉄道が付設された近代高級速に人口増加が進んだ。これら高台に標高10メートル未満の江戸定地が入り組んでいる。神田川、明昌寺川はこの定地部分に沿って流れており、かつては、諏訪、戸塚地区をはじめとする広範な湿地帯を、 形成していた。近世には人為的に作られた水流が付近に加わり、今日の新宿区の西と北東南東の境界はこれら水流を基準に定められている。このほか区内の安国通りも低地に沿って建設されている。こうした高台と低地と往来するための坂道が区内にも多く見られ、古来より風情と文化を育んだ。 区内の年間平均気温は約摂氏15度であり、東京都の気象観測所のある大手町付近と比べ約摂氏1度ほど低い。冬は大手町よりも寒くなり、反対に夏は暑いこともある。新宿区は東京市四津屋区、牛込区、豊玉郡内富士新宿町、淀橋町、大久保町、戸塚町、落合町を前進とする自治体で、 1947年3月15日に発足した。新宿通り、新宿区役所、本庁舎前、新宿とは、もともとは、豊玉群内富士新宿町のことである。1920年、東京市四谷区に合併編入された際に、新宿一の三丁目となり、新宿駅の発展とともに、世界有数の繁華街、商業地区へと変貌を遂げた。 その名前の由来は、1698年に、甲州街道の新たな宿場町として、新州高等藩、内藤若狭守の下屋敷に、内藤新宿が開かれたことによる、四つ区牛込区、淀橋区が合併する際、との理由で新区名に採用された。この新区名決定は、困難を極めた。そもそもこの合併自体が、 くだの発議によるものではなかったため反対の声が根強く、これらの声に最大限配慮し対等な合併であることを強調するためそれぞれの区名を新区名に採用しないことが合併の条件として付け加えられた。歴史的経緯が全く異なる地区同士の合併であったため地域の総称やシンボルが存在せず、 また3区の合併であるため、大田区のような合成区名を付けることも難しかった。最終的に、新区名は、新宿区とすることが決まったが、牛込区はこの名前に当初難色を示した。新宿御苑も新宿駅周辺も牛込区には何ら、関係がなく、新宿という、郊外の地区の名前では、牛込地区を連想することができなくなるとの理由からで、ある。 これが後に、牛込地区を中心に、旧丁名を残す運動が盛り上がる要因の一つとなった。新区名の候補として、他になどが上がっていた。新宿区では、全域の約7割の地域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。新宿区内における住居表示実施前後の、町名町域対象地図周辺自治体と同様、 新宿区も1965年に住居表示の実施に着手。区内の西側から徐々に町域統合と住居表示を進めた。この結果、1970年代には戦後の若者文化の発信地とも言われていた新宿駅周辺の町名がのきなみ新宿、西新宿、北新宿で統一され、古い町名を頼りに、 昔の記憶をたどることもままならなくなった。これを昔の情緒、伝統、文化の破壊と受け止めた文化人や旧四ご区四谷区域の住民が中心となり古い町名を残す運動が盛り上がりを見せた。新宿区は当初町域を統合した上で東新宿、東早稲田といった方角町名を採用して 区内の住居表示完全実施を目指していたが、1980年代には、町名保存の声に配慮し、未実施地区に関しては、古い町名町域をできる限り維持した上で、住居表示を実施していく方針に転換することを、区長が表明した。これにより町名は存続することで決着を見たが、住居表示自体はその後もあまり進んでおらず、旧四合目区、四つ役域は、 千代田区と同様、住居表示未実施地区を多く残して、現在に至っている。住居表示実施率は2018年現在76.01%で、あり、新宿区政の今後の課題の一つとなっている。なお、2002年に、市ヶ谷大町を、2003年には、霞ヶ丘町の住居表示を実施したことにより、実施率が千代田区を上回った。 新宿区の特徴の一つに、町名の数が多いことが挙げられる。新宿区に隣接する付近の自治体が、おおむね20から30程度にまで町名を減らしたのに、対し、新宿区には、現在94の町名が存在する。江戸時代の武家屋敷や、門前町屋に由来する町名が、旧四五目区、四谷区域を中心に多く見られる7月末時点における、 住居表示未実施の町名は太字で示した。なお、白銀町と市ヶ谷大町には未実施の箇所がごくわずかながら存在する。新宿区の発足以降に消滅した町名は21ある。大部分が住居表示実施に伴う町名変更による。上記のほか区画整備や町域統合を目的としない町名変更が戦災復興時に行われた。 いずれも商業的な理由による。東京府の区分部時代の行政区域新宿区内を地域分けする方法はいくつか存在するが、合併により誕生した経緯から過去の行政区域を基準としたものが比較的多く見られる。市街地下によりこの基準が細分化されたり、交通網の発達とと,ともに、駅周辺が一つの地域として新たに認知されるようになるなど、 この基準は、月日の経過とともに変動が見られるため、普遍的な地域分けが確立しているわけではない。代表的なものとして、新宿区の前身である、東京市行政区時代の区域を基準にした3、地区分類がある。ただし、旧淀橋区域は、範囲が広いことや、淀橋区が存在したのはわずか15年間であり一、地域としての実態に乏しいこと。 新宿を四ツ谷に分類するのは今日の実態とかけ離れていることなどから四ツ谷、淀橋地区を全市三区後町域に細分化した七地区分類を基準に地域分けすることが多い。この基準に住居表示による町名町域変更の影響が加わり各地区の名称や範囲は変化。十津地区は高田の馬場、早稲田、旧淀ド町域は西新宿。 北新宿という名称が定着した。また、相対的に範囲の広い旧牛込区域において、南部は市ヶ谷地区、北西部は和稲田と呼ばれているが、このほか地下鉄東西千円線地区を和稲田、神楽坂と表現する機会も多くなっている。新宿区内の地域名として使われる機会があるものの、うち、主なものを以下に挙げる。新宿区の発足以降、何度か、 境界変更がなされている新宿区は練馬ナンバーを割り当てられている。新宿区は以下の6特別区に隣接している。隣接距離が最も長いのは中野区。新宿区に隣接する特別区とその町域を以下に挙げる。区は1950年以来10カ所の特別出張所と区役所本町地区の計11カ所に対応する。 行政区域を設けている。名称は以下の通り、超印年月日の順。新宿区は2010年に犯罪発生件数1537件を記録し、東京都内で最も犯罪発生件数が多い自治体となってしまった。そのため、繁華街だけでなく住宅地においても条例の拡充や防犯パトロールなどの取り組みが行われている。 2017年の区割変更に伴い、落合第二特別出張所管内と落合第一特別出張所管内の上落合1.2丁目、中落合1丁目、中落合3.4丁目、中井2丁目は1区から10区に移行した。新宿区内の鉄道路線図東日本旅客鉄道東京地下鉄、東京都交通局京王電鉄、小田急電鉄、西武鉄道このほか。 駅の名称が新宿区に関係している駅がいくつか存在する。廃止された鉄道1950年代当時の新宿区内の路面電車現在の東京都心部における市街地電車の機能はかつて路面電車が担っていた。利用者数がピークを迎える1950年代当時の規模は路線数41路線総延長は2 1 3トル 山手線の駅同士を結ぶような系統も多く、系統間の乗り換えも手軽で、都心部の拠点と拠点を網の目上に結んでいた。新宿区内においては、新宿駅前、四谷三丁目、早稲田、飯田橋をターミナルとする重路線が付設され、山手線各駅、丸の内、銀座などへの往来に頻繁に利用されていた。しかし高度経済成長とともに、 一般車両をはじめとする交通量は年々増加し、路面電車の平均運行速度は低下。これにより利用者数は減少をたどり、東京都交通局の収益は悪化した。このため大体の地下鉄建設計画が具体化し、路面電車は1960年代後半から徐々に撤去されることになった。都電27系統の一部と32系統のみ、 高級存続が決定し、今日荒川線という名称で運行しているが、その他の路線は1972年11月までにすべて廃止された。新宿区内を運行していた10路線のうち、32、系統以外は1963年から1970年にかけて廃止。今日、当時の路線の沿線地区には大ね大体の地下鉄路線が建設されている。 路線バスコミュニティバス高速道路、国道、東京都道新宿区内の主な道路と地点名新宿区内の主な道路には次のものがある。括弧内の名称は一般的な地図や道路上の標識に記載してある名称。建設中、計画中の道路新宿区の都市計画道路に基づき、主に以下の路線が建設、計画中である。 新宿区内の愛称道路新宿区の区道のうち愛称がついている路線がある。これらはいずれも1988年12月に新宿区が愛称を募集して命名。地域の利便性を考慮して先行したため、周辺宅に関係の深い名称のものもある。東京都庁周辺の道路1965年に淀橋上場水上の機能が 東村山市に移転したため、跡地及び周辺の整備計画が進められた。この一環として1969年、新宿中央公園と新宿駅に挟まれた地区一帯に格子状の道路が完成。これらの一般名称を決めるために、東京都と周辺住民が新宿副都新地区街路ネーミング委員会を立ち上げ、名称を選考 平凡でも親しみの持てる名称をとの方針のもと、東京都庁舎の移転会長を目前に控えた1990年9月に、以下の8路線の名称を決定。新宿駅新宿駅周辺は、国内最大の商業地となっている。出先期間2008年7月現在の新宿区内の、郵便局は56局、ATM 出張所は17カ所。 関郵便局は存在しない。周廃郵便局は3局。区内一部地域は中野区にある落合郵便局が周廃を担当している。郵貯銀行直営店舗は2店舗。んぽ生命保険直営店舗は1店舗。郵便局新宿区には病院が18あり、病床数の合計は6750。東京都内では板橋区。 八王子市に次いで3番目に病床数を多く抱える自治体である。また、1病院あたりの病床数は375であり、大病院が集積していることを伺わせる10月、現在。新宿区内の以下の6病院は10月時点で東京都の災害拠点病院に指定されており、広域災害時の救急医療拠点としての機能を備えている。その他の 主な病院を以下に掲げる。博物館図書館新宿区内の図書館及び類似施設のうち、一般利用が可能な公立の施設は17ある。防衛省図書館と総務省統計図書館は、組織上国立国会図書館の支部となっているが、実態として、維持管理は防衛省、総務省統計局によってなされており、来庁者のための情報公開施設として機能している。 新宿区立の図書館には教育委員会の組織化のものとそれ以外のものに分類される。最も古い図書館は1951年3月会館の新宿図書館。最も新しい図書館は2006年4月設置の子供図書館である。新宿区立の図書館はすべて新宿区発足以降に新宿区によって新設された図書館であるため、 周辺宅の図書館と比較してその歴史はあまり古くない。教育委員会組織下の図書館の蔵書総数はおよそ82万点、視聴覚資料はおよそ4万5000点。上記17施設のほか利用に条件のある図書館もいくつかある。多目的ホールスポーツ施設公園旧四谷区、旧四五目区、旧淀橋区の著名な出身者については、 四谷区、牛込区、淀橋区を、参照文化自然科学芸能放送スポーツ、政治新宿区名誉区民主な居住者、在住者古典テレビドラマテレビアニメ、漫画小説評伝、エッセイ絵本、自動書映画演劇ゲーム歌謡曲。ありがとうございます。